おっしゃ、うわ、来た。おっしゃ、
ああ、よかったあったこれあ、あるよかった。いやですね、ここに一旦来て釣りをして、いやちょっと違うなと思って、1個前にいたところに戻ったんですね。釣り場、漁港を移動したんですけど、1時間かかんない40分ぐらいかけて移動して前のポイントに戻ったんですよ。そして釣りをしようと思ったら、夕まぐれの時間釣りをしようと思ったら、バッグがないと、車にバッグがないってなって、うわっ、ここに置き忘れたーってなったんですね。ここにで、焦って、やべ盗まれてねえかなとか、本当にあそこに置いてきたかなとかって思って一生懸命来たんですけど、ありました。よかったー。でも1時間ぐらい、いや1時間半ぐらいかな、ロスって釣りの時間をなくしてしまいました。疲れたしね。ちょこっとじゃあ釣りしてここであと帰りますか。なんかニャ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 言ってんな。おお、びっくりした。猫、びっくりしたよ。もうニャンコ。こっちはですね、もう必死ですよ。暗くなってきたんで、メバルとかクロソイとか釣れねえかな。クロソイ釣りてえな。もうクロソイ釣りたいな。